トーマス・リチャード・ファーレルはニュージーランド出身のピアノ奏者。オークランドに生まれ、ほどなくしてウェリントンに引っ越した。6歳からフローレンス・フィッツ・ジェラルドに9歳でゴードン・ショートにピアノを指示する。7歳の時に地元のウェリントン交響楽団と共演を果たしている。12歳で オーストラリアのシドニーに渡り、ニューサウスウェールズ国立音楽院のアレクサンドル・スベルジェンスキーのもとで研鑽を積んだ。この間に、アルトゥール・ルービンシュタインやアイリーン・ジョイスらの激励を受ける。1944年にニューサウス・ウェールズ州のコンクールで優勝し、ABC 交響楽団からヤングパフォーマー賞を贈られた。1945年に、 友人をマンディに認められて、アメリカでの講演の招待を受けるも、第二次世界大戦の影響で渡米を一旦断念する。その後、ウィリアム・カペルとチキの中になり、1947年に、カペルの手引きでアメリカに渡り、ジュリアード音楽院のオールがサマロフの訓導を受け、セルゲイ・クルセビツキーに指揮法を学んだ。1948年に、一旦ニュージーランドに戻って、 リサイタルを開いた後、カーネギーホールで演奏会を開き、ルービンシュタインから絶賛された。1950年には、ディミトリ・ミトロプウロスの指揮するニューヨークフィルハーモニー交響楽団トグリーグのピアノ競奏曲を演奏した。1951年から活動の本拠ロンドンに移し、プリンセス・メアリール・ルイーズをパトロンにして演奏活動を展開した。 1956年にはニュージーランドへの里帰り公演も実現させ、ブレントン・ラングバイン、エドワルト・メルクス、オトマール・ボルビツキー・ラト・ピアの四重相談を結成するなど室内医学の分野でも活躍した。サセックス州法トンで自動車事故のために救世した。h t t p w w t e r g a b e t n z e n i g r o i s f ファレル・トーマス・リチャード、ありがとうございます。